になっていたんだな。どうしたんだ。少なくとも鋭ぶりが自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば前回の勝者である鋭が今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ。ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアの鋭だったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと？そういうことになる。直接見たのは前回の鋭ぶりが終了の時が最後だが。王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか？通信以外の形ではないと思うわ。ハンフリクト王以前の王もだけど。それを言えば王以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。うん。しかも我々はそれを当然のことと思い込まされてきた。だとしたら誰が何のためにそれをしたかだが。そういえばレナス・アルマもスルドブリガの勝者にその都度作られて与えられるもののはずでしたね。もし代々の勝者が受け取っていたのならその数だけレナ・サルマがあったことになります。でもペレギオンでのことを考えるとレナ・サルマが簡単に作れるとは思えないわ。となると勝者の話も怪しくなってくるわね。本当何を信じていいのかわからない。確かに闇のマスターコアを必要とするということも我々レナ人は知らなかったのだからな。そのあたりも金量ではっきりするかもな。ああここで考え込んでるより早く行って確かめようぜ。テュオ。ピアリエ。ピアリエってアバキールってのが言ってた。し、なぜここに。まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの。何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのにあなたは。殺した。ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね。いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。何を言い出すんです、ティオハリム。だが先ほども言った通り用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す。自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。あなたは最低よ。テュオハリム、先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、テュオハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか。殺されてもよいというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。
スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。デュオハリム、すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。